はい、皆さんこんにちは。続きね、やっていきたいと思います。さあ、トレーディングでこれをガーッと全部ね、もう取っちゃって、うわー、これは大変だな。本当に作れないね。まだまだ作れないね。これ作った後にさらに人を呼ばなきゃいけないし、うん。ちなみにね、各フロア酸素っていう概念もあってね、ちゃんとこれ見とかないといけないんだけど、よしと。こういう感じで。酸素濃度 100% です。ここ多分ちょっと低いと思うよ。入ってきた瞬間に見てて。ほら、ゼロになったでしょ。酸素が一気に外に抜いちゃったんですね。抜かれちゃったっていうの。あー、ここで寝てる。やばいぞ、これは。疲れが溜まってきて、どんどん、ね、色がやばくなってますね。よいしょ。ちょっと早くして、二人頑張ってほしいね。これでこのローのね、あ、ローじゃないや、この生成物がちゃんと取れるのかと思ったら、そうでもないんだね、これは。あ、取れてる。あ、嘘嘘、取れてんだね。ありがたい。じゃあ、高いやつをこう、本当は取ればいいんだね。これ高いのかな？よいしょ、こっちか。よしよし。よいしょ。行っちゃった。32。次の船が来た時が、ね、いい感じじゃないかな。リファイナリーが、ね、作れるかもしれないね。さあ、戻ってきたよ。よいしょ、どうすんの？疲れたのかな？ご飯食べるのかな？ご飯食べんだね。ちゃんと座って食べてるから、プラスでしょう。ね。Enjoy the meal ね。プラス。さあ、来ましたよ。ってことで、ドッキングね。トレーディング、今回全然取れないね。よし。で、これも全部取って。そしたらば、これを、あ、まだ買えない。もう少し。よし。撮ってんのかな？撮ってるね。頑張って撮ってる。ちょっと汚れてきたな、部屋が。ねえ、掃除婦雇いたいし。だけど、最初はやっぱり、ねえ、部屋でリファイナーをね、雇わなきゃいけないと思うんだけど、どうなんでしょうかね。うん。結構ね、これやってるプレイ本人としてはね、非常に面白いんですよ。なんでか。なんか、こうね、ちっちゃいコロニーをこう、ちょこちょこいじりながら大きくしていくみたいなね。で、その中でいろいろ困難があるっていうのは、なんかこのコンパクトなね、感じが、サバイバル好きにはね、たまらないかもしれないですね。あんまりでっかい世界でやるのも面白いんだけど、なんだろう、管理がめんどくさくなっちゃうみたいなね。そういうのことを考えると、ちょっとカジュアルめではあるんだけど、こういうゲーム、面白いと思いますね。さあ、スピードが2段階しかないから、もう1段階速いのがあると面白いかもしれないね。テンポ良くなってね。さあ、帰ってきた。お疲れ。来た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 。よし、次で多分、できるでしょう。よいしょ。たらば。よし。こう売っちゃおうか。ね。売って売って。全部売って。ひとまずこれも売って。あ、ゼロになっちゃった、相手が。なので、これだよね。これを、50にして、あと掃除婦雇う。いや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 。リファイナー、待とう。これリファイナーはね、確かね、T シャツが緑、じゃ紫なんですね。なんで、ちょっといないね、ここには。ということなので、これが作れるはず、ね。じゃあ、これをどっか、ここに置きましょうか。よいしょ。で、これ多分電源が必要かな。細かいこと言うと。なので、ここに電源をしとく。ん？電源ない。あれ？
大丈夫かな、こういう感じ、ちょっと待ってね、よいしょ、待ちましょう。先行っちゃうんだよね。命令こっちだもんね。そりゃそうだよね。まあ、こっち取っててもいいかな。お金になるし、これ取っとくのはいいことだよね。これ作られるの遅れちゃうけどね。さあ、ガンガン取っちゃってください。店舗が二人だとどうしても遅いかもしれないけど。さあ、戻ってきたよ。あ、これ作る。作った作った。やった。あ、来た。ドッキング。ね、これでね、電源が足りないよって言ってくるんですよ。だから、ここにつくんで。ん？じゃあ、ここつく。ね、これで作って、電源 OK と。そしたらば本格的にこれが電源通ってリファイニングができるんで、あとはリファイナーを雇うと。そういう感じですね。リファイナーいる？いた。200ですね。200ドルゲットしとけばいいよと。おっとっとっと。200だけでいいから。よし。一人呼んだよ。これでいけるんじゃないかな。お、来た。おめでとうございます。3人目ですね。うん。あれ？彼、仕事、あ、そうか。そしたらば、このね、スティールの原料をスティールに変えていくと。こういうことですね。よいしょ。はい、これで彼はやります。で、人口密度が多いと、酸素量が減ってくんで、そこら辺は注意しなきゃいけないよと。で、こっからやりたいのが、今、地べたでみんな寝てるんで、地べたは嫌だなと。ということで、この、これだね。ブロンズ系の、このシートが、1個作るのは10だね。だから、3つ欲しいな。そういう感じで。ブロンズ系のこれか。うん。これそんないらない？これじゃ。ガーッと、こっちに変えるみたいな。よし、いいね。うん。そうすると、ベッドは少なくとも今2個できるね。早速作っちゃいましょう。階層を合わせて、1個。ね。2個。あれ？ 2 個作れるよね。うん、2個作る。2個。ね。そしたらば、もうガンガン、掘っちゃ、リファイニングしてと。で、多分リファイニングすることの方が大変っぽいね。大変そうだよね。だから、リファイナーもう一人雇いたいけど、クリーナーだね、先に。あ、リファイナーいるな。うん。これはちなみにリサーチャーね。研究者。ちょっとそれよりもリファイナー、掃除婦雇いたいな。うん。ベッドもう一個、作っとこうか。ね。これを、売って、こっちに変えるみたいな。10でいいや。こんな感じ？いいか。ちょっと現金も欲しいんだよね。よし。ベッド。ね。あ。ベッド。あと、テーブルもよく言うと欲しい。これは青色ね。この森。多分、青色だからこの森ライトだね。森ライトか。森ライト欲しいな。森ライト。よいしょ。森ライトはいくら？ 5 個。10個だね。たらば、こうだね。
よいしょ。よし。よし、ベッドを作ってもらいましょう。ちょっと汚いけど。ねえ、部屋がやっぱり、ところどころ汚れてるよね。そろそろ、取り終わっちゃうんじゃないの？ここ全部。そんな感じだね。さあ、地味に、ね。住んでますけども。よし。ガンガン集めて、もうちょっと高く売れる鉱物ないのかな？これはどうせまた5だろうな。近いからこれやってみようか、でも。ね。近そうだから。これなんか、あとあるな。もうここか。よいしょ。ここで。あれ今なんか通ってかなかった？宇宙船。あ、今ドッキングしてんだね。よし。そしたらば、あ、いた！ 400。これはゲットしたいね。ね。これはゲットしたい。頑張ってゲットしたいな。あと、ここにあったあれも取っちゃうよ。金目になるの、あれ？どこだっけ？なんか。ここだ。これこれこれ。取っちゃって取っちゃって。よし。金目になるのは全部やって。よし。リファイナーが足りてないと思うんだ。マイナーがね、戻ってきて食事をしていると。で、ここのも取ってるけども、ここのも取ってます、ということだね。よし。全然足りないかな。あれ？ちょっと待って、リファイナーいなくない？あれ？リファイナーいなくなりましたね。なんでだろう。汚いからだろうな。もう嫌で飛び出したか。なんか死んじゃったかだね。きついなぁ。はい、今回はね、一旦ここまでにしたいと思います。この続きはね、見たいっていう方いらっしゃったらぜひいいねお願いいたします。またね、チャンネル登録もお願いいたします。それでは。